この出た時に下がるっていうのは、この体幹のね、相手と自分との距離をしっかり認識してるかどうかという。で、格闘技では基本的に、まあ、極端な話って当たればどんな打ち方しててもいいんですよ。目つぶってこうやってやってもなってこうやってもいいんですけど、近いからっていう近い打ち方して、遠いからっていう遠い打ち方するっていうのってなかなか難しいんですよ。じゃなくて基本的にはこう、自分の形、しっかりした形があって、そのこの形、自分が 100% の打撃が出る形に、その距離を合わせて打つんですよ。か近かったら距離合わせて打つんですよ。遠かったら近づいて打つんですよ。これ遠いからってこういう打ち方、近いからってこういう打ち方はしないんですよ。基本的にはこう一緒のパターン。それが当たる、自分のパンチが当たるかどうかの距離を測るためにこの相手との距離を測るんです。なので、じゃあその右手ちょっと打つ、はい、この距離があります、はい、おこれを押し倒す。どれぐらい出てきたか、どれぐらい前に出てきたかって言えば自分で OK な自分で OK な、これに対してどれぐらい踏み込んできたか、どれぐらい踏み込んできたか、ダメージを受けない程度にこの距離を調節する。離れすぎたら今度また自分が、離れすぎたらまた自分が突っ込まないで、ギリギリ反撃できる。自分がギリギリ反撃できる。この距離を保つ、この距離を保つために、保つために今出た分測って、出た分測ってってやってくるんです。これが大事なんですよね。来るに対してガチンとかましてこうやってやるのはもうちょっとあの削り合い、どっちが硬いかガスになるんで、常に常にこう自分と相手どういう、どれぐらいの距離なんだ、一定の距離で保ってっていうのをやってほしいです。